その頃、彼は初めてシラスに引き据えられていた盗賊のキネズミ長吉を見たのである。越前が長吉の長所を見た時、この者は町民の間では義賊という噂がある。金銭を恵まれたる貧民は数限りもないほどであるという備考書がついていた。本来ならば佐渡送りの在家であるが、彼は3年くらいの島送りにしてやろうと思っていたが、直接シラスで本人の顔を見た時、越前の心はさらに動いたのである。長吉の人相が越前が頭の中に思い浮かべた陰徳の層の一つにあまりにもぴったりしているのである。眼色は白黒を問わず眼中涼しくして、夕食を含み左頬にえくぼあり、顎やや流し。陰徳の層として挙げられているのは3項ある。これがその1項で、長吉はそれに寸分の隙もなく当てはまっているのだ。なるほど、これなら近所の貧民に恵んでいるはずだと思った。長吉とやら何歳になるかと越前が話しかけたので、列座している与力たちはびっくりしていた。奉行は直接犯人に話しかけるなど敬意であるからである。へい、25でございます。言葉つきも尋常である。近隣の貧しい者たちに時々金銭を強力していたのか。へい、お恥ずかしゅうございます。時々タバコ銭ぐらいは。何人ぐらいに。覚えておりません。ほんの 4,5 人でございます。こういう善事を聞いてやると、大抵犯人は得意になって誇張するものであるが、彼はあっさりとしたものである。いや、別にもらった人たちは罪にならない。ありていに言ったらどうだ。越前は長吉が金をやった相手に迷惑がかかるのを恐れて隠しているのだと思ってそう言った。恐れ入ります。仕事の見入りが良かった時とか、博打で当たりました時、つい見祝いの気持ちで少しはばらまいたことがございます。それはどういう気持ちでか。長吉はしばらく考えていたが、私めは変な性分で、裕福そうなお人を見るとつい盗んでやりたくなります。貧乏なお人を見るとついくれてやりたくなります。持って生まれた性分で、理屈もわけもございません。喉が渇くと水が飲みたくなるのと同じでございます。越前は今後盗みをやめようとは思わないか。思っております。今までも時々思いましたが、それがどうもと言いかけている時、長吉の吟味にあたっていたさっさという与力が、こら長吉、お奉行様の直々のお調べだぞ、改心するとはっきりとお受けいたせと言った。この男は備考書をつけた男で、長吉に同情していたため、長吉のありのままの返事をとがめたのである。へいへい、改心いたします。ふっつりと改心いたします。と、長吉は平伏した。越前は、むしろ長吉の自然寺らしい返事の方が気に入っていたが、しかし、形の上では、こうはっきり答えてくれないと、罰を軽くするわけにはいかなかった。では長吉、この度は神の特別な慈悲によって、たたきということにして使わす。その代わりに、重ねて罪を犯すと重過は免れぬぞと越前は優しく言って聞かせた。地刑などは当時は現代の執行猶予くらいの恩典だったが、キネズミ長吉は
やがて再び捕らえられた。